2番目はですね、座長の私が講演者に代わりまして、発表いたします。題名はこの通り、イノシシとハクビシンについてでございます。鳥形佐々木が発表します。まず、イノシシという動物ですけれども、本州から、九州にかけては亜種日本イノシシが、奄美大島から、西表島にかけては亜種、琉球イノシシというものが生息しています。で、従来ですね、社説自体には生息しないとされてきたんですが、されておきしたんですけども、近年は、北上傾向にあるということが言われております。皆さん、イノシシ、見たことある方いらっしゃる、ちょっと手を挙げてみてください。4、5人ほどいらっしゃいますね。ここ10年以内とかに始めてみたっていう方は手を挙げてみてください。はい、ありがとうございます。10年以上前から見たことある方は？あ、はい、ありがとうございます。これ大館市内ですか？あ、違います。あ、そうですね。遠くの方ですね。この左側の図ですけれども、イノシシの分布図を表してまして、1999年から2004年の分布図になっております。この通り、宮城県の、から南の方、そして、西日本にかけて分布するということになっております。それがですね、2012年に、秋田県で初めて生息が確認されております。湯沢市ですね。で、2016年には、大館市で初めて確認されています。これは川口という場所で、2頭一気に目撃されています。2023年3月までに、秋田県で、これまで1000頭、1012頭、そして大館市で34頭確認されているという状況になっております。で、これは秋田県内の、分布域の変化なんですけど、2011年、2014年は県南の方ですね、湯沢周辺、だったんですが、2018年には、県北の沿岸部の方も結構広がってきまして、2022年にはもう秋田県全域に広がったという状況になっております。それがですね、ついに、去年の10月31日、青森県の県境にある長走風穴にも出たんですね。これ私どもの所管施設である、風穴館っていうのがあるんですけど、この風穴に出ました。これ動画です。なんか、今歩いてますよね。左側の方に、最初見たとき、黒っぽい大きいやつなんで、また熊かって思っちゃったんですけども、よくよく見ると、形違いますし、歩き方違います。なんか小走りしてますね。ロストのそうじゃなくて、小走りする感じで、映っておりました。イノシシ取るために、この動画撮ったんじゃないんですけども、有害鳥獣の監視カメラにたまたま映ってたということになります。で、次にハクビシン映ります。ハクビシンは、食肉目、ジャコウネコ科、なんですけれども、特徴は、この通りですね。尻尾が長い。尻尾が長くて先っちょが黒いんですね。で、顔がですね、顔面の額から、鼻にかけて真っ白い帯があります。これが特徴です。ここは、マウスポイント映らないです。はい。こちらはですね、カラー写真で若宮さんという方に、が撮影してくれた写真ですけども、このような顔をしています。で、生態系の、被害防止外来種リストに掲載されておりまして、結構ですね、いろんな悪さをする動物とされております。ハクビシンの分布ですけれども、北海道から九州まで、各地で報告はされてはいるんですけれども、分布域がですね、連続してなかったんです。まばらにですね、ここに集中してたりとか、隣にいなくてまた隣にいたりとかしてたんですけども、そのために長年在来種なのか外来種なのか議論されてきた動物であります。最近の分子系統解析により、台湾からの外来種であるということが、判明しております。それで近年急速に分布域が拡大しているということでございます。
こちらの図は1999年から2004年のハクビシンの分布図なんですけど、この通り、東北南部から南の方、西日本に分布してます。四国にものすごい多いです。ただ九州にはあまりいないと、すごい不思議な分布をしてたんですね。で、これが最近の2010年から2017年の分布ですけれども、もう東北地方の北部の方まで、広がってきてまして、青森県、秋田県、岩手県もこのように広がってきてるということです。で、ハクビシンの方は皆さん見たことある人いらっしゃいますか？はい、お二人だけですね。という感じで、結構来てるはずなんですけど、見たことある人がいないと。なぜかというと、夜行性だからなんですね。夜なんです。で、今日発表する、大館市でハクビシンが観察された場所、4箇所、なります。比内町の笹立 A というところですね。B、これは市街地の中、有浦ですね。で、次、渋谷地質圏と中走り風穴ということになります。まず、比内町の笹立の事例を紹介します。これは2021年12月の写真になります。若宮さんの撮影になります。集落内の道路沿いの木の上にですね、このようにハクビシンがいたそうです。で、これは去年の10月から12月の事例ですけども、これは有浦ですね、住宅密集地の住宅の敷地内の柿の木に柿を食べに来てたということです。熊だけじゃないですね。熊だけじゃなくてハクビシンもこのように来ます。左側の写真、これ、柿を食べてるところなんですけど、2頭一緒にですね、1個の柿を仲良く食べてるところです。で、次は長走り風穴の事例と。これも去年ですけど、去年の7月から9月まで。有害鳥獣、観察のためのカメラにたまたま映ってたものになります。23匹映っておりまして、すべて夜間の撮影になっております。で、こちらは渋谷地なんですけども、2021年、6月から10月に36匹、2023年6月から9月に22匹、観察をしております。彼らもですね、歩きやすいところを歩くみたいにして、きちんとですね、この道に沿ってですね、木道を利用して歩いております。道から外れることはなかったです。で、このハクビシンですけれども、このような被害を、出すということで知られています。空き家に住み着いて、建物をですね、糞とか尿で汚くするといったことですとか、あと、果実等の農産物を食べてしまう。そして神社仏閣に侵入して、文化財を毀損するということもあるんだそうです。で、まとめますと、イノシシとハクビシンは、もともと大館には生息してなかったんですけども、近年、侵入してきて確認されるようになったということです。日本鹿もそうなんですね。日本鹿も昔はいなかったんですけど、もう大館市内普通にいるようになりました。熊ももちろん広がっています。ということで、動物の生息分布というのは、時代とともに変化する問題だと。昔の固定観念は、そのまま通用しないということになるかと思います。で、夜行性ですので、普段気づかないんですけども、被害が出てから気づくことが多いんですけども、思わぬ外来生物とかが身近なところにいて、私たちの、暮らしや生態系に影響を与えているということになります。イノシシやハクビシンだけでなく、今後もいろんな動物が進出してくる可能性があるために、注意深く確認、観察して対応しておく必要があるかと思います。特に大館にまだ入ってきてないんですけど、弘前だとアライグマが入ってきてます。アライグマは結構悪さをするそうです。これでイノシシとハクビシンの発表を終わります。ありがとうございました。